はい、最後こちらですね、はい、商品名、コーテッドバッグです。はい、生地は表地ポリエステル 100% の、ポリカ PU コーティング生地となっております。はい、ポリエステル 100% の上に、ちょっとゴムっぽい、コーティングが入っております。はい、コーティングなので、当然防水になります。はい、で、フラップに、グラフィックですね、はい、が入っております。はい、で、これがはい、こうやって開け閉めします。このなこれ なんていうの、これ擬保紙、はい、擬保紙で、開け閉めします。はい、で中身にも一応こういう擬保紙付きの蓋みたいなのが、あ、ちょっと待って、こう蓋みたいなのがついてまして、これをパコッて開けると全開きになります。はい、で、中身が、ちょっと見にくいな、こんな感じです。はい、ちっちゃいポケットもついております。はい、ちっちゃくねえか、ちっちゃくはねえわ、結構でかいポケット、ガバッと、パソコン、ちょっとノートパソコンぐらい入る大きさかな、はい、のポケットがついております。はい、はい、で裏面は無地です。はい、で、だいぶ太めのベルト、フリーサイズのベルトがついておりまして、こうベルトがぐるっと商品全体をぐるっと囲ってる感じになっております。はい、で、はい、以上かな。はい、はい、メイドインジャパンとなっております。はい、最後バッグですね。はい、背負ってみます。はい、こんな感じで、メッセンジャーみたいに、背負えます。はい、はい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 、こんな感じです。はい、だいぶ大容量な感じで、結構物入ります。はい、マチがこれ何センチ、8センチぐらいあるのかな、何センチかな、はいはいはい、マチが 13もある、 D13あですね。はい、です。はいはい、こんな感じです。はいはい、この部分は調節可能なので、ベルト部分で、チャリとか乗られる方は短くして着用できます。こうやって、はいはい、こんな感じです。はい、はい、雨が降っても大丈夫です。はい、以上でございます。